開けた扉を閉めないで、閉めた扉を開けないで、閉めないで開けないで、閉めないで開けないで、閉めて。じゃあ次のコンで。ポンポン。ワン。そんなんだっけ？まあいいや。いいよ。このスタイルで。このスタイルでいこうぜ今日。
で彼がリーダーのドイツ人のアルフレッド、私は日本人の福田と言います。この秋田犬さんにはですね、我々は西暦2006年に知ってますか、2006年ですからもう12年前ですね。その時我々は初登場、秋田犬に3にね、秋田犬3に、以来ですね、何回ぐらい出てるの、かなりね、13回ぐらい出てるのかな、さっきカウントしたところ結構出てますね。そしてただ最近はですね、音楽活動は全然やってなくて、本日も22ヶ月ぶりのライブ、ね、22ヶ月、つまり2年弱ですよ。24ヶ月で2年だからね。そしてこの人物と、このアフレッドという人とですね、会ってからもう四半世紀超えてるの知ってる？26年目で今年で、はい、すごいな。というわけで、我々マッスルドキングっていうんで、今何曲やったかな、3曲くらいやったか、開けた扉を閉めないでっていうですね、開けっぱなしにすんなよみたいな歌と、マッスルショータイムっていう、我々勝手にですね、マッスルドッキングのこういうのステージをショータイムと呼んでいて、で今日はマッスルドッキングのなんだ、マッスルショー35回目だっけ、でタイトルなんだっけ、タイトル、タイトルは、魂をラーメンに乗せてという、何、魂をラーメンに、何、あ、ラーニア、ラーニア、はい、あ、ラーニアって知ってます、あのドラゴンクエスト3に出てきた鳥の名前でね。うん、あとでも本当は魂をコンドルに乗せてっていう、あのディアマンテスの大ヒット曲あるじゃないですか、みんな大好きなね、あれをちょっと彼がねもじったっていうね、もじもじっともじったと、それで魂をラニアに乗せてっていうね、そのサブタイトルになってるわけなんですけど、そろそろ次の曲行っていいですか。ああごめんなさい、彼の絵が合っちゃってさ、なんだっけ、次の曲なんだっけ、なんだっけ、次はカバーですね。え、カバー、はい、カバー曲です、ね、あ、カバー曲の方ね、びっくりしたよ、カバーっていうからね、あっちかと思っちゃったよ、はい、なんかかぶせる方のカバー、え、なに、あの、D ね、D、 みんな大好きな D のね、 P の D だよね、 PP の D か、欲張りなのは
耳で溶けて流れ込む We are good, that's what they come along Oh, you, なんかじゃ売れない愛を含めてもあげないベルトを締めてプロペラなし大地を蹴って飛び上がれそう Yeah, 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 ダイヤモンド立てプリンセスかな。プリンセスプリンセスの曲のダイヤモンドという曲で、でプリンセスプリンセスは結構素晴らしいバンドだったんですよね。ね。なんだっけ、プリンセスプリンセス、プリンセスプリンセス、そうプリンセスプリンセスね。プラプラって言われてましたけど、あのプリンス＆ニューパラジェネレーションのメンバーだったプリンスともう一人のプリンスのコンビネーションだっけね。女と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 女がメンバーにいました。もう解散してね、岸谷さんの、奥さんかな、ワイフ、岸谷五郎の奥さんが、ボーカリストとしてボーカライゼーションされてましたけど、じゃあ次の曲は何でしたっけ。 M かな、 M、 何だっけ、いつも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった、季節はまた巡るけど心だけ立ち止まったまま、あなたのいない右側に、知ってますこの歌。何だっけ、 M か、あの服の洋服のサイズを歌った歌ですね。いつもあの M サイズの服で一番先に売り切れちゃうから右側になかったよってね、っていう歌でしたけど、さあそろそろもう、終盤に入ってきました。なんだっけ、ちょっとあの僕もポカリセット飲みますんで、ちょっと、お待ちください。これポカリセットね、結構ステージ上で結構皆さん飲んでますから。ネクストなんだっけ、ネクストはやるの、もしかしてあれやりましょう、やる小袋、本当やっちゃう、なんだっけ、本当は本当のところは本当の心は何なんだっけ、曲名、あ、いい曲名まずい、言っちゃまずい。いや、まずい歌もあるんですよ、結構曲名を言った瞬間にね、こう物議を醸す、なんだっけ、次本当は最初の一文字、最初の一文字がです、が、はい、次ムってことはガムか。わかりました、曲名じゃいいんじゃないですか、言っちゃって、言っちゃって、ガムを噛んでも噛まれるなという曲です。はい、行きましょう、行きましょう。
ムを噛んでも噛まれるな、油断はできない、yeah, yeah. 思いもよらぬ出来事が起こる世の中さ、yeah. 辛い過去なら忘れるな、記憶は消せない、昔歌った歌をまだ覚えているだろう、yeah、疲れた帰りに風が髪から見つく、oh, oh, 口の中が乾いている乾ききっている、噛んでも噛まれるな、油断はできない、 hey, 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 思いもよらぬ出来事が起こる世の中さ、yeah、 噛を噛んでも噛まれるな、油断はできない、 hey, 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 思いもよらぬ出来事が起こる世の中さ、yeah、 起こる世の中さ、yeah、 起こる世の中さ、お腹が最後さる、これ実はですね、ダムに噛まれたことあるんですよ、私も実際にね、あの西船橋の西船橋っていう駅でね噛まれたんですけど、その時の情景を歌にしたものです。さて次の曲は、次の曲何でしたっけ、最初の一文字言ってみて当ててみせるからやっばいね、これ来たよ、あ、来たこれ、間違えました、来たこれかな、よくね、来たこれって言う人いるでしょ、来たこれ、ね、スタから始まる、次 C もしかして C? こっち、え、違う、あ、ガか、ガ、あー間違えました、さ、ガ、C ね、次の曲は春めいてきましたので、あの春になるといろんなもの探したくなりますよね。で春の季語、季語いろいろあるじゃないですかね、松とか、ありますよね、ダイヤとかあるんですけど、今日はある動物、哺乳類かな、爬虫類か、あれね、ある種のスネークだもんね、蛇の一種春になると土中、つまり土の中から出てくる、這い出してくる、スネークね、ある種のファットのね、ファットボイスリムのスネークがいるんですが、それについて歌ったです。なお、この曲のですね、インスピレーションはどこから来たかというと、さくらももこさんの、コミック、そこから私はインスピレーションを受けました。それでは聴いてください、探しに行こうよ、ふぅ、獣と書いて幻獣、幻獣土の子を探しに行こうと、そういう歌でございました。さて続きの曲はあれかな、熱風が吹いてくるやつ、こっちがコーヒーを、あ、コーヒーこぼしてないですか、はい
じゃあ今からちょっとコーヒーブラック飲みますんで。コーヒーってカフェインっていうのが入ってて、カフェインをスイッチすると睡眠が取れなくなるんだよね。だから皆さん注意しましょうという曲です。さすがにちょっと熱くなってきたんで、ちょっとこのニットできますね。すげえ開けちゃうんだけど、それこの寒がりボーイでね、私もこう見えて。どっちを覚えてるなんだっけ次は なんだっけ、コーヒーね、コーヒー次はコーヒーの歌です。彼に送られました。みんなコーヒー好きですもんね。さて、いよいよ最後の方になってくる、最終ね、終盤に差し掛かってきましたよ。いよいよ。何やなんだっけ今、何やってんだっけそれ。チューニン？チューニン？違う？あ、違うんだ。なんだっけ次のソングは。あ、そうそう、今ソングって言っちゃいましたけど、我々通常はソングって言ってないんですよ。なんて言うんだっけ、言ってみてちょっと。言いたくないの？そうですか。なんて分かりますか、言いたくないのが。あまりにも口に出して発するのが恥ずかしい言葉ばっかりを私が言うんです。普通我々は、我々と私ですね。あ、私名前知ってますか、あの福田って言います。そうだ、とんでもない。福田十二章って言うんですけど、私の本名は。で、ソングって言うのは普通軍曹って呼んでるんですね、曲のことを。それを言いたくないと。恥ずかしくて、軍曹なんて言ってらんないと。そういうリーダーですよ、皆さん。覚えておいてくださいね、彼のことをね。で、次のソング、いや、軍曹なんでしたっけ何でした次の軍曹は。またあれですね。え、やっぱりちょっとまたです、ね、途中で歌えなくなるから、ちょっと次の曲はまたあのプリンセスプリンセスの曲ですね。すごい疲れちゃうんで、途中でちょっと休ませてくださいね。さ、あらかじめ申し上げておきますが、雰囲気を楽しんでくださいあの岸谷です。岸谷か。いや、行きましょうか。じゃあカペラから行きます、ね、あ、カペラから、あ、カペラから行くの、はい、正式な言い方。あ、カペラから行くらしいですね。ホーミー隊代理ね、ホーミー隊代理そう、ホーミー隊代理ね。ちょっと待って、どうだっけ、ホーミー隊代理が。どこどこ、あ、ここね。え、いや、お、なんか、私の指摘がね、思わぬ好プレーを誘発しましたけど、どこですか、ここ、いいの、そうです。ホーミー隊代理ね、抱きしめちゃうよね、8月の風をね。まだあの春なのに、世界で一番暑い夏っていうですね、気の早いこの人とこの人が歌う、この歌です。聴いてください。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。ホーミー隊ダーリン、8月の風を抱きしめて。Fly with me ダーリン、飛び立つの二人のサバンナへ。ホーミー隊ダーリン、駆け抜けるゼブラのストライプ。Fly with me ダーリン、舞い上がる砂の裏の水、世界で一
風を両手で抱きしめたらイマジネーション飛び立つのサバンナへ。サバンナ高橋さん、サバンナ八木さんね。はい。輝く銀色のセスナは二人を乗せ遥かな故郷を今越えるよ。いやいやいや、退屈なイルミネーションざわめく都会のもう一つステレオタイプの毎日がほら千キロの彼方に消えてくわよ。駆け抜けるゼブラのストライプ Fly with me darling 舞い上がる砂のワイルスリー世界で一番熱く光る夏もうこのときめき止めないで。コンパスはいつもほら南を指してる。もうすぐよきらめくシャングリラ永遠に終わらない二人の夢の中で遥かなオアシスにたどり着くの。マラソンの時間がいつの間にか奪うわて言った心の中の自分の言う取り戻さんなよ。 What is it to wait and show me love and glory darling 流れ落ちる川の水しぶき Fly with me darling 舞い上がる虹の川を売れ世界で一番大きな太陽いつまでも夏を焼き8月の風を抱きしめて Fly with me darling 飛び立つの二人のサバンナへ。ホーミーダイダーリン駆け抜けるゼブラのストライプ Fly with me darling 舞い上がる砂のウアラシー世界で一番大きな太陽世界で一番熱く光る夏世界で一番 Why is it true?黄色いカポタストを装着している男。知ってますこの歌？この人の歌ですよ。黄色いカポタストを装着している男、さて次の曲、なんだっけ、シーゴーゾーン、シーゴーゾーンっていう曲、この人が作りました。聴いてください。 She goes on, she goes on。 オーライ。通り過ぎていったスピードを瞳に映しきれるの。ここに広がる景色を突き固められたセメントガスタンクのシルエット海の向こうの街並み
ぐり暮らしはここにない、一人になって思う人がいる、市川塩浜名もないコンビニ一つが僕らの明かりさ、高速道路のゴーストように叫ぼう、hey! She said I know what it's like to be there、 これは英語です。 I know what it is to be sad、 巡り続けてる暮らしはここにない、一人になって思う人がいる、思う人がいる、塩浜名もないコンビニ一つさえないんだよ、ないんだよ、わわわわわ、カウサクドロの青ゴマスコイ、かき消されないように叫ぼう叫ぼう、わわわ、これ英語でも I know what it's like to be thereシーガーズアーン、シーガーズアーンってこと。さて、次の曲何でしたっけ？もう時間ですね。え、もう時間？もう時間ですか？タイムアップ？タイムアップ？あと3分、4分。あ、そんなにあるんじゃない？じゃあもう、これやりますか？まあ、それやってもいいよ。やりたい曲をやりましょうよ。どっちでしょ？いやいや、こっちでしょ、それや。今、あの映画、ちはやふるってやってますよね。もちろん私は見ましたよ。あれは、あの、百人一首、小倉百人一首ね。小倉百人一首というものを題材にした、映画なんですけども、漫画は原作のね、あれはあの、ちはやぶる、神を光る笹川、からくれだいにうんぬんっていうものがうんぬんなんですけど、この曲、今から歌うの、これ最後の曲かな、だからラストソング、我々の最後の曲は、百人一首の10番目、小倉百人一首10番目、皆さんご存知、なんだっけ、セミマルさんのね、セミマルさん、なんだっけ、ゆくや、うん、なんだっけ、あれ、忘れちゃった、大阪の席ってありますよね、知ってます？これやこの、あ、行くも帰るも別れては、あ、知るも、あ、知らぬも大阪の席というですね、有名なあのフレーズがありますが、それについて歌った歌ですね。はい、やる？やっちゃう？わかりました。じゃあ最後の曲です。なんだっけ、タイトルは、リアル？リアルセミマルかな？リアルセミマルっていうですね、なかなかこう、ポップでキッチュな曲です。弾いていただければと思います。ニーハオ。ニーハオ。なお最後のバズルセミバル音の中の男、愛すべきダウンディーザオベースボゼルセミバル、ズキンが似合う男ナンバーワン、ルシエル姿が渋すぎる、渋すぎる、背中が語る男のローマン、俺をどこまで連れて行く？
make it up. That is what they say, we matter. Yes, I got a mother, say we matter. I got a mother, say we matter. That is what they say, we matter. I got a mother, say we matter. Hey, hello. Hey, hello.你好。というわけで、マスクウォーキングのステージは終了です。次回は2年後ぐらいにまたね、ライブできればいいなと思いますんで。皆さんどうもありがとうございました。さようなら、さようなら。